はい、こんばんは。今日は、I am you are、 それから This is that is の、まあ、否定疑問ということでね、まあ、とりあえず今までやってきたところの、まあ、復習みたいなことで一通り、まあ、確認、ね、してみました。そこで、まあ、やはり出来がちょっと、ね、良くなかったかななんていうところあたりを、まあ、重点的にちょっと確認しようかなと、ね、もう一度確認しようかなと思うんですが、まあ、I am you are の方はね、まあ、比較的まあまあ良かったですね。で、This is の方も否定文じゃない、いや肯定文、ね、の方は良かったんですが、否定疑問になってきた時にちょっとなんだかね、少しブレーキがかかってしまった人も出てきたかななんていうようなところで、まあ、ちょっと問題いくつか拾いましたんでね、まあ、こんなのをもう一回ちょっと確認してみましょうかということで行ってみましょうよ。はい、でまず疑問文、 This is の疑問文、 That is の疑問文なんですけどもね、まあ、This is だったり Is this にして、ね、最後にクエスチョンマークつければいいっていうのは、まあ、これはいいんですよ、まあ、これは分かってるんです。で、答え方なんですけれどもね、はい、これはね、まあ、This で、This で、ね、聞いた時もですね、まあ、またこの次の、ね、That で聞いた時もですね、to を使って答えていくんですね。はい、ですので、はい、ここでね、例えば is this your bag ときましたね、ですので yes、 はい、 it is ね、なんていう感じでね、はい、ですから no の時も no it is、 そしてまあこれ is で出てますね、 not なんていう風に告げてあげるね、こんな感じで、まあ、it で受けるというんだな、 it で受けるというんだな、まあ、it をつって、答えね作っていくわけなんですよ。で、まあ、これが that だったとしても同じく it を使っていくわけですね。で、はい、クーランとしてもう一個ね、これクーラン2個しかないわけですね。で、 no だから no だから it is not と入れていかなくちゃいけないわけだ。はい、それなんでここは it で、まあ、短縮形で、まあ、isn't というのを入れていく、またはまあ itと、is の方を短縮にしちゃって、not は、まあ、こうね、それぞれに書いていくというような、ね、まあ、こんな答え方、まあ、二通りできるのかな、なんていうところでありました。はい、ですので、まず一点は、this is に対して、まあ、that is の疑問文ですね。つまり、is this, is that, どちらでも、it, yes, no, の後、it を使って答えていくっていうところですね。で、あとはね、穴埋めの場合は、その短縮形を使ったり、またはこう、使わなかったりというところでのね、使い分けなんていうのも出てきますので、まあ、ね、そういった短縮形を使う部分、使わない部分、それぞれね、考えていかないといけないねということであったわけでした。はい、そしてもう一個こちらですね。じゃあ日本語が入ってでの穴埋めだったんですね。で、ちょっと日本語の方はね省略させてもらっちゃったんですが、まずね、1番はですね、あれはボールではありません、あれはボールではありません。はい、ですが、どうしてみます？これ、2個空欄があります。あれはボールではありません。あれですから、ざっといいですよね。ボールの、あ、ボール出てますね。っていうことは、ではない。うん、否定文にしてあげるわけだよね。はい、ですので、ここで、まあ、that is ね。そして、まあ、空欄2個あるから、特に短縮形にすることなく、not と入れてあげて、that is not a ball。で、これで、あれはボールではありません。はい、出来上がりました。次、それは卵です。はい、それってなんだっけね、これでちょっと忘れちゃった人でね、まあ、話題としてはやっぱり This is that is のところだったんで、まあ、This that は知ってんだけど、あれそれってなんだっけってちょっと考えちゃった人いましたね。はい、それっていうのはね、ここで出てきたこの it なんですよね。この it ね、はい、文の最初です。ですから、はい、大文字で I 書きまして it ね、はい、it is 何々で、ね、それは何々ですということになりました。 this がこれね、 that があれ、 it はそれということですね。はい、ですから it is a name ね、それは卵です。はい、 it でございます。はい、次3番です。ケイコ、これはあなたの鉛筆ですか。ケイコ、これはあなたの鉛筆ですか。ケイコ、呼びかけですね。呼びかけですね。前回呼びかけちょこっとやったかな。文の最初でも最後でもよかった。ただ、カンマで区切ってあげる。はい。だから、これはどう頑張っても最後にはつけらんねえから、まあ最初なんだろうなっていうのもわかりますしね。はい、ここにカンマがあるんだ。だから、はい、最初にケイコ入れてあげるわけだ。はい、ケイコね。はい、そしてその後、疑問文を作ってあげればいいわけですね。これはあなたの鉛筆ですか。ね。はい、ですから、まあ、なんたら、This your pencil になってますね。はい、だから、あ、じゃあ、is 持ってきてね、This is の疑問文作ってあげればいいんだ、ということでした。で、is 入れるんだけど、ここでね、やっぱりちょっと、
ここら辺の癖というかな、あるのかな、ここでやっぱり大文字でこう、イズね、入れちゃった人多かったですかね、愛がね。はい、これやっぱり文ね、最初だったら大文字で書きますけど、文の途中ですよね。はい、ですので、これは別にね、愛は大文字である必要はなくですね、まあ、小文字のまま入れてもらえればいいんですということです。はい、ケイコ、Is this your pencil? でした。はい、そして、はい、そうです。まあ、これには答えここで確認しましたね。Yes で、ポンポン空欄が2個あるね。はい、ですから、It is ね。なんていうことになりますね。はい、そしてその次、私の鉛筆です。はい、5番です。私の鉛筆です。ね。だから、まあ、ちょっと流れとしては、このケイコに、ケイコ、これはあんたの鉛筆ですかって聞いたら、ああ、そうだよ。私の鉛筆です。っていう、まあ、ちょっと流れなんですよ。この3、4、5っていうのはね。はい。で、まあ、はい、そうですね。答えた。で、私の鉛筆ですっていう、さらに続けたいんです。私の鉛筆、あるだ。うん。日本語としては、私の鉛筆です。だから、もう別にこれでいいんじゃん。って思うかもしれません。そう。だけど、何を入れるんでしたっけ？英語。なんかね、日本語に、されないって言ったっけかな、されないことが多い、訳されないことが多いっていうのがなんかあったね。そうなんですよ。ここで使った言ってね、確かにそれという意味があるんだけども、日本語にね、訳されないこともあってね、だからこれ、それは卵ですだったら、まあいいですね、普通に入ったと思うんですが、これの文章が出てて、ただただ卵ですっていうね、意味になってしまうっていうか、しか出してない場合もあったりするのね。でもしっかり it は置いてあげなきゃいけない。そう。だから5番もただただ私の鉛筆ですなんだけれども、やっぱり it を置いてあげる。ただ、はい。it だけでは、なんか足らないね。it my pencil 違うね。はい。it is an egg のように、it is まで入れた。でも空欄1個。はい。ですから、ここで短縮形1つとしてあげようね、ということでございました。はい。ということでね、このところずっと be 動詞、まあ、I am, you are から入りまして、まあ、this is, that is ということでね、で、また I am, you are に戻って、そして this is, that is に来てなんていうことでね、まあ、それでまあ、今日復習ね、一通りしてみましたということでしたが、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとミスの多かったところなんかをね、紹介してみましたので、今一度確認してもらったらいいかなと思います。次回はいよいよ新しい話に入ってみようかなと考えているところでございますので、どうぞお楽しみにしててくださいませね。はい。では本日こんなところで、さようなら。